が基盤の呼吸を通じ検知です、このセッションは、他分野における方法の形ということで、今日は東京大学の小池敏夫先生から、お話を伺うということになっています。で簡単に、公約的ご紹介ですが、小池先生、東京大学で学位を取られた後、東京大学長岡技術科学大学を経て、現在東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻、それから東京大学の地球観測データ統融合連携研究機構で教授をされています。ご専門は地球水循環、地域水資源学ということで、水循環の絶対像を科学的に理解して予測、またその知識を統合化するという研究をなさっていて、昨年度までそのデータ統合の、ダイオルデータの検索可視化解析などを、行う、ダイアスプロジェクトを率いておられまして、現在も3つ目のプロジェクトは続けられているということです。で本日は、その地球観測データの統合のご経験に基づいて、大容量データの統合についてお話を伺いたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。どうもご紹介ありがとうございました。小池と申します。違う分野から参りましたので、まず簡単に自己紹介をいたしますが、社会基盤学専攻というのは昔土木工学と言われておりまして、いろんなことをやってるんですけども、生活の基盤づくり、自然環境づくりに関わっております。それから長い名前なんですが、英語でエリトリアと言っておりますが、この東大の中にできております連携研究機構では、不均一な情報源からの多様で、超大容量の地球観測データを効果的に利用して、地球環境の理解を深めて、予測可能性をさらに深め、それを社会のために使っていくということを、目指しております。で先ほどご紹介がありましたように、私は水の研究をしておりまして、水惑星地球をこのメカニズムを理解し予測し、かつ、それを、水をめぐって自然と人と人の間の調和と和やかさというのを作っていくと、これは社会基盤の務めなんですが、ですから地球物理学と社会的なものと両方を間にいる人間でございます。でこの自然と社会が変化していく中で、我が国は人口が減ってきております。で、社会が脆弱化しているわけです。その中で気候の変化が進んでいて、我々が受け入れるリスクが増えていっていると。一方経済は安定成長期になって、財政的な制約はありますし、価値観が多様化しており、また国際的社会では競争が進んでいるわけです。でそういう中で、3月に私どもは、想定外の社会の基盤を作る、想定をして基盤を作るわけですが、想定外の外力を受けて、我々が設計する社会と実際に起こるリスクの乖離というものに直面したわけでございます。で、その結果、私たちの社会の安心とか安全とか、豊かさあるいは活力が失われつつあるということに、私どもはそういう中におります。でそういう中で、この社会をいかに、また安全で安心で豊かで活力のある社会を取り戻すかということが、社会基盤学としての私の仕事でございます。でそういうことを考えたときに、どういう形が必要かということですが、皆さんが何かを行動するために確かな情報が必要であり、それに対していろんな物事が起こることに対して、あらかじめ対応策を考えておいて、そのオプションを持っておく。で、ディシジョンメーカー、意思決定をする、これは政策的なところもありますし、住民の中でもありますが、そういう中での合意形成を助けて、
かつ、まあ、一つのコミュニティだけではやはり弱いので、まあ、こういうことを私たちは3月11日以降すごく強く経験してきているわけですが、そのネットワーキングを作ると、まあ、一言で言うと英語ではレジリアントと言いますが、そのしなやかな社会を構築 していく必要が、まあ、あると。こういう中でこの確かな情報とかオプションを考えるとか、あるいは合意を形成するとか、ネットワーキングを強める、こういう時にその私たちがどういうその場を持つ必要があるかといいますと、今日のテーマでございますが、データを共有し、あるいは情報データを共有し、それを統合的に使って、さらに人々の考え方とか、あるいは経験とかを共有して、まあ、その中でその行動が共有できるというような社会を作っていくということが必要になります。しかし実際は今日本所先生が最初にお話しいただきましたように、私たちの環境、まあ、自然系人間系の環境についての私たちの知識は、このある分野について非常に深く進んできておりますが、実はその周りとの連携というのがほとんどできておりません。で、実際にはこの自然系人間系のその環境の中に物質やエネルギーや、あるいは人の動きやいろんな情報もありますが、実にそういうものが相互に関連し合っているわけですが、私たちはその全体像を測り知ることができません。で、これは学問の発展の一つの結果であるという、まあ、それを乗り越えないとこの自然系人間系の調和を保った社会というものができないと考えております。で、いくつ科学連合ですけども、ここでは今大きな変換が行われようとしておりまして、まあ、地球環境に関する科学的アプローチの変換をまあ考えておりまして、人間のインパクトが地球システムに起こり入り、その地球システムのファンクションを通じてその変化が起こって、その変化が人間に影響を与え、そして人間が応答する、こういうサイクルをきちっと回そうではないか。で、そのためには予測が必要ですし、観測が必要ですし、そしてこれを超えると人間は危機的状況になるという、まあ、限界値を提案することが必要で、それに対して人間がレスポンスをする。で、そこにはイノベーティブな技術も必要という、こういう科学技術のサイクルをちゃんと回そうという、まあ大きな変換の議論も進んでおり、まあ、それが今年から、まあ、来年にかけてですが、日本でその、まあ、議論が国際的な場が日本で開かれます。で、こういう中においても、実はこれをやろうといったときに、私たちはこういう予測をやるところ、観測をやるところ、限界値を考えるところ、それから人間の応答を考えるところ、さらにそれをイノベーティブな技術に展開するところの間のデータや情報や、あるいはアイデアとかですね、経験とかいうものを共有できていないというのが現状でございます。で、こういろいろなこう問題群がこうありますと、いろんなステークホルダーがおります。で、それはその問題群に対してステークホルダーがそれぞれ考えるわけですが、実際にはその人たちの間でデータと情報と経験と考え方、あるいはアクションが共有されて初めて効果的なその対応策というのがそれぞれにまあ与えられるということになる。こういうようなワークベンチを構築することがまあ必要と思います。ところがこういうことをやろうとしたときに、まあ、この話題でございますが、実際には結構データはあるわけですが、分野を超えてそれがどんな形で、まあ、まさにこの議論ですけども、どんな形でどこに存在するのかっていうのが実はよくわからないし、あるいは分野を超えてその内容を理解できない、同じ言葉で違うものを表しているものもありますし、違う、
同じ言葉で違うものを表しておりますし、違う言葉で同じものを表している場合もございます。先ほどのセイマーズというので全部型がつくとですね、本当にいいと思うんですけども、実際にはそのディスプリンに応じてそのものの表現の仕方が違いますし、そのさらには品質や信頼性の扱い方も違います。本当にそのデータが自分のフィールドで使えるのかどうかということがよく分かりません。で、そういうそのデータの多様性ということを乗り越えなければいけません。これは2000年の初めに NASA で推定された地球環境に関する、それに必要なコンピューターの能力とデータ量でございます。今私たちはここにいるわけですけども、2001年に推定したペタフロップスマシン、これはなんとか大体合ってる。で、ペタバイトのデータ、実は今 IPCC の第5次評価レポートが進められておりますが、これに用いられる気候変動予測モデルのアウトプット、第4次の時には40テラバイトでした。で、第5次現在進んでいるものは 2.6 ペタバイトです。今まではこの地球環境に関する、一番大きいデータというのは衛星のデータだったんですが、4年ほどぐらい前から圧倒的に数値モデルのアウトプットが大きくなってきました。で、この増加量は非常に大きくて、もうペタではなくて、この地球環境に関するデータで、数十ペタというものが必要になってきます。そういうものを取り扱う必要が出てきております。ですからデータの多様性とその、その超大容量のデータということに私たちは直面しているわけです。これは米国のエネルギー省がまとめた結果なんですけれども、私たちが研究者が使う時間なんですね。で、要するにデータのマニピュレーションに 80% 使っていると。で、これを IT の力を入れながら共同の体制を作って逆にできないかということが、私たちの、これは一般論でございますけども、私たち地球環境の研究者の、モチベーションでした。で、実はこの部分がないとダメで、じゃあこの部分は、そういう研究をやってる人に頼めばいいかというと、私はそうではないという経験をしてきました。何かというとですね、今から13年前に私は地球環境の中で水循環のデータの全球の2年分のデータを全部集めようという、集めて世界全体で共有しようというプロジェクトを提案したんですが、その時13年前ですけども、その時のデータ量が300テラバイトでした。その時は衛星が圧倒的に多かったんですが、で、学内を歩いておりまして、私の知人の吉出川勝先生、この方はデータベースの、世界の、最先端行ってる方ですが、彼にぱったり会って、先生300テラなんですけどと言ったらですね、ピクッと動くんですね。13年前、IT の世界でもやっぱり300テラのデータをアーカイブして、これを効果的に使うというのは情報科学のやっぱり先端分野でもありました。で、そこで共同研究が始まったわけでございます。で、要するに私たちがこう扱うデータ量の量と多様性は情報の学の中のやっぱりフロンティアの分野でもあるわけで、お互いにそれがうまく協力することによって、お互いの研究開発を進めていくという体制を作ってきたわけです。で、5年前の第3期科学技術基本計画の中で、国家機関技術というものが定められました。総科学会議で定められて、その中に海洋地球観測探査システム、衛星による地球観測と海洋観測、それからもう一つの枠組みとしてデータ統合解析システムという枠組みをお作りいただきました。で、これはこういう地球の観測データを統合化して、科学的に使う、それから政策決定に使う、あるいはさまざまな社会的ニーズに使うということを目指した研究の枠組みで、先ほどご紹介がありましたように、この3月に、このプロジェクトを終えました。
で、ライフサイエンスの皆さんがこういうシステムをお作りになって、要するに恒久的なそのデータ統合の枠組みをお作りになってということを私どもも目指しておりまして、実は、この、まあ、第3期の科学技術基本計画の中で進んだデータ統合解析システムの後継事業が文部科学省の方で設定されて、地球観測データ統融合研究事業というのが この5年間進んでおります。立ち上がりました。でこの5年後 の目標がですね、まさに皆さんがお作りになったこういう恒久的なデータサービス、要するにデータを統融合してサービスできる運用機関という、そういうものをデザインしなさいというのが目的でございまして、今回お呼びいただきましてですね、大変勉強になっております。それで私どもはどんなことをやってきたかということをご紹介いたしますが、私たちはシステムを作ればいいというだけではなくて、アウトプットも出しなさいということを5年間言われました。アーカイバーを作って効率的に、アーカイブして検索して、なんかデータを統合するファンクションを作るという、その IT の、ソフトハードウェアのアウトプットだけじゃなくて、そこから科学的な新しいこと、科学的に新しいこと、それから社会的に役立つことを出しなさいというのがミッションだったんですね。だから両方をやるということで、非常に辛い5年間でしたが、一つは多様で超大容量なデータの統合ができるシステムを作る。それから私は水ですけども、生物多様性であるとか気候であるとか農業であるとか、こういう分野を超えて、共有できるような地を作るメカニズムを作り上げる。それから地球環境のことで、ディシジョンメイキングが行われるときに、やっぱり世界で共有できるような地まで持ち上げていかないと、それは単なる発信に終わってしまうわけです。では CO2 の、削減ということが一番典型的ですが、それ以外にも非常に多くの地が必要とされています。そして人々がこういうそういうものを感じて動くときには、やはりこう体感できるようなデータと情報を供給、提供しないといけないということで、これは人々というのは必ずしも住民だけではなく、政策決定者もそうなんですが、こういうデータと情報の提供というのはどういうものであろうかということを考えました。でシステムを作るというところ、それからこれはストレージがあって、そしてアプリケーションレイヤーがあって、そして基盤的なソフトウェアがあって、そしてアプリケーションにむしろこう適合していくようなソフトウェアと、それからそれぞれのアプリケーション層がある、こういうようなシステム、コアシステムを作ると同時に分野を超えてというのが非常に大事なキーワードですので、こういうオントロジーを使ったデータの総合運用的なシステムの開発を行います。そして同時に、こういうところに必要な、これは一般的にやるのではなくて、そういう限られた期間で成果を出すということを求められましたので、テーマを決めて、こういうのに必要なデータを集めるということを第一期は行いました。でシステムはインクリメンタルに発展させていきまして、現在、ハードディスクが 2.6 ペタで、テープが2ペタのストレージがあって、そこから非常に早く大容量のデータをメモリーに持ってきて、いろいろ統融合ができる。計算機そのものは早い計算機ではなくて、むしろデータをマッシブに持ってきて処理できるという能力のシステム、そういうシステムにいたしました。で、これが全体のシステム内容なんですが、私どもは今申し上げたようなことですので、データを集めるということにも非常に大きな力を注ぎました。世界中に
まあ、いろんな観測のデータがあるんですが、それがほとんどアーカイブされていない。で、先ほどのウェブの話はアーカイブされて品質管理されて、きちっとレビューされてウェブに上がると使えるんですが、そうなっているデータというのは地球観測では非常にわずかしかないんですね。で、そこで、各観測した人が簡単にそんなレーバーを伴わないでデータを投入して、かつ品質管理ができてメタデータも作れるという、そのレーバーをぐっと下げるようなシステムの開発にまず取り組みました。で、これはバージョン1からですね、今バージョン3まで来ておりますが、1人当たりが処理する時間量と、それからその1人当たりが処理するデータ量と、それからどんどんできますので、今まで1時間やったらやめたと言ってた人が3時間続けてやるというようなことで、パフォーマンスは10倍以上になっています。まあ、そういうようなシステムを作ってデータ提供者に今サービスをして、データがこうアーカイブされることを促進いたしました。それからそのデータを俯瞰したり検索したり、あるいは分野を超えてその理解をしたりというシステムを作りました。そしてプロジェクトの中では先ほど言ったような目的がございましたので、その目的に沿ってデータを統合、情報を融合し解析可視化するというようなシステムを作っていきました。もちろん外部の方がこのデータをダウンロードして、外部の方が利用解析をするという枠組みも作っております。そのためのユーザーの管理システムを作ったわけです。で、全体のデータがどんなデータがあるかということをこう俯瞰するようなシステムとか、こう分野を超えてキーワード同士がどれぐらいの距離感であるのかというようなことを見ながら検索するシステムというのを開発しております。で、こういう中で先ほどちょっと申しましたが、温暖化だとか水循環とか生物多様性とか農業とか、あと水産も取り扱いましたが、こういう形でテーマを絞って、そこでこういう統融合システムを使ったらどんな新しい地が生み出されるかということを、に取り組んだわけです。で、私自身は水に関することでございますが、一つかなり力を入れましたのは、分野を超えてこう実際に新しい地を生み出そうということを、最後の段階で努力しました。我が国はいぶきという衛星を挙げて、GOSA といいますが、地球上の温室効果ガスの濃度を測る、唯一の衛星を持っております。残念ながら4月で運用停止してしまいましたが、エイロス第一という衛星は熱帯の雨が降って雲がかかって全然普通は見えないところを電波を使って高分解能で森林がどれだけ切られたかという情報を非常に細かく10メートルのオーダーで計測することのできる能力を持っています。これは我が国が誇る非常に大きな地球観測の能力でございます。で、こういうデータに、地球全体の大気の流れ、その中に水循環も含めたその流れを再現できるモデルを私どもは持っておりますし、それによってどこで出た CO2 がどういうふうに対流圏の中をこう伝わって拡散していくのかというようなシミュレーションができます。さらにはこれはマイクロ波ですけども、赤外の情報を使うと実際に木が燃えているという情報が出ます。だから森林は燃えれば炭素を出しますが、通常時は炭素を固定するわけで、こういうその自然のサイクルの中で、太陽放射エネルギーとか水とか二酸化炭素とかそういうものが大気と陸面と植生層の間でこう、やり取りが行われるわけですが、そういうものを表す衛星とドッキングした同化システム、これは私どもが開発しているものですが、こういうものがある。そうすると森林火災をやっている人と、私ども水循環をやっている人と、その大気の動きをやっている人と、そういうケミカルの大気の成分をやっている人が協力して、さらにこう社会的なデータを入れると、こう自然と人起源の陸域の全炭素循環を見ることができます。
でこれを私どもは特にこの森林火災の激しいアフリカに適用したアフリカ全土でどれだけ、森林が破壊されてそして CO2 が出されそれがゴーサーとその結果が大気全体の結果が出ますのでそれを逆モデルで 逆解析してその部分がアフリカからどの部分が出ているのかという研究成果を挙げます。これ今論文が執筆されているところでございまして、こういうような分野を超えた新たな研究というものが進みました。で私自身は水の研究なんですけども、これは IPCC の第5次評価報告を、に向かって、描かれた一つの図ですが、こういうジオフィジカルな地球物理学的なその地球あるいは地球化学的な生物学的な要素とそれからこの社会的なあるいは社会経済的な要素が絡み合ってこれを統合的なモデルで表現していかないといけないということであるわけですが、その水はですねたまたまこの赤線は私が今書いたんですけども、これ真ん中にあるんですね。でその水循環というものがこういう自然系とこの人間系をつなぐ鍵であると。で、水循環というのは気候システムの非常に大きなドライバーでございます。雨が降って、それが蒸発して雲となって、また陸と海洋大気の間でこう循環することによって、地球の気候システムが出来上がります。から私たち人間はその水管理システムを開発してその水を使うわけですが、水を使うということはその水循環を変化させてきました。でそこに食料や農業や都市の環境や生物の多様性がこういうものに色濃くリンクさせています。でところが気候が変動する、レジームシフトといいます。例えば梅雨前線が北上してしまうとかですね、それからもう最近非常に感じておりますが極端な事象、洪水とか渇水が起こる、大きな台風が来るというようなこともそうですが、こういうことが起こると想定を超える害力が出てきて安全安心が失われる。要するに先ほどちょっと申しましたけども想定を超える害力、私たちは3月11日にこの地震でやというほど感じたわけですけども、気候変動の枠組みもまさに同じようなことでございます。でこういうことを解決しようとするといろいろなセクターで、この情報やデータを共有し対応策をオプションを考えるということが必要になってきて、これが先ほど言いましたレジリアントな社会の構築に、役立つということでございます。そのためにはこの地球環境の情報の統融合というのが不可欠であります。で、ちょっと簡単にいくつかの事例をお話ししようと思いますが、現地観測のデータ、これはボリュームはものすごく少ないんですが非常にダイバースです。多様性が高い。で衛星データというのは先ほども言いましたが非常にマッシブです。で数値モデルというのは今一番マッシブになっている。で、これマッシブですが比較的割ときれいなデータで、こういう現地観測に比べると比較的マッシブだけどもその多様性に関するものに対しては扱いやすい。で、いろんな衛星を組み合わせてこういろんなプロダクトが作られて、これ例えば雨の衛星データと地上データを入れて、それを川の水の流れにこう変換するようなモデルを入れて、そういうものをその地上データで検証して、これは正しいということが分かると、気象数値予測を入れると今度は河川流量を予測できるわけですね。そういう予測ができると、河川管理の最適化システムスキームがあれば非常にうまい水の管理ができるということで、例えばこれはハノイのベトナムのハノイを流れるレッドリバーという川なんですが、ハノイは水害で有名な都市でありますが、このベトナムは今非常に発展しておりまして電力需要が急上昇しています。その6割を実は水力発電が担っております。水力の場合はここにホアビンダムという非常に大きなダムがあるんですが、水力の場合はできるだけ水をダムに貯めておきたいですね。満水にしておきたい、いつでも発電できるように。ところが洪水制御のためにはできるだけ下げておきたいんです。大きな洪水が来てもダムで貯留できるように。でここにはコンフリクトがあります。
そうしますと、先言ったような、情報を使って最適に管理するということが望まれるわけですが、これが洪水期の8月洪水期ですが、洪水期末期のこのダムの水位です、ここまで上がって満水がここですから満水には至ってないですね。ですから電力側からするとちょっと物足りない。で、ここがハノイの水位で、この水位を超えると洪水が発生しやすくなるという限界水位です。で、予測を使わない最適化をしますと、早く満水になって、要するに発電側にとってはいいんですが、洪水のピークは下げられないというようなことになります。で、この3日予測とか4日予測とか2日予測とかいうようなのを入れてこう制御いたしますと、洪水の末期に、洪水期の末期にダムは満水になるし、それからベトナムのハノイの洪水のところのピークもぐっと下げられると、リソース以下に下げられると、こういうようなメリットが生まれます。で、これは膨大な基礎数値予測データと衛星データと、あとこういうモデルを作るための基盤になるデータを統合的に扱うことによって初めてできるわけですが、こういうものができて、これは現在アジア開発銀行がベトナムの援助で実際にそれを適用しております。で、こういうそのシステムに、この衛星データで土の中の水分量とか、あとはこれはデータどうかという、細かなことはちょっと申しませんが、数値モデルとか衛星データとか現地のデータも入れながら、そうしますと流量だけじゃなくてもっと高度な情報が出てきます。で、そういうものを検証するというわけですが、別の衛星を持ってきますと、実はこの衛星は地球上の重力を観測する衛星なんですね。で、重力の大きな変動は水なんです。で、そうしますと水は大気にある水、地表面にある土の中にある水、地下水がありますが、大気はほとんど量は本当は非常に少ない。で、半乾燥地域に行きますと地表面の水はほとんどありませんので、土壌水分と地下水に、で、土壌水分は別の方法で出てますので、このデータからこのデータを引けば地下水がこう出るというわけで、それが検証できるという、そんなこう異なる衛星、全然実はもともとはリンクがない衛星を引き算してやりまして、現地データと重ねてやると地下水がきちっと出るようになる。これは半乾燥地域、特にアフリカ北部から中西部のこの干ばつで非常に苦しんでいるところ、あるいは西アジア、中東西アジアの水管理に非常に重要な情報になります。で、これに季節予測というのが、この気候変動予測の研究とともにだいぶ進歩してまいりましたので、この季節予測の情報を入れますと、こういう洪水という直近のものだけじゃなくて、渇水の指標が出てきます。で、2ヶ月先、3ヶ月先、あるいは1ヶ月間、2ヶ月間という、こういう渇水のモニタリングや、あるいは季節の予測の情報が出てきて、これが水の管理に使われるというか。で、これフィリピンに適用した例ですが、こう気象的な渇水から、こういう農業的な土の中に水がどれだけありますか、それが植物の生育に必要なんですが、その農業に関する渇水がその地域の中でどこが一番シビアで、どこが軽いかというような情報も得られますし、こういうものを組み合わせた情報も得られるということで、適応策が適切な適応策が打てるという。で、さらにこう季節予測ができます。これはなかなか難しい、技術、今まではハードルが高かったんですが、季節予測の精度が良くなってきて、5月の末に予測をすると、1ヶ月先の6月、2ヶ月先の7月、3ヶ月先の8月をこう予測しますと、8月は実際に雨が降って渇水がこう緩和されているんですけども、モデルの方はまだ雨が降らないという状況ですので外れておりますが、1ヶ月予測、2ヶ月予測がこう視野に入ってきた。そうしますと水の使い方を今のうちに制限しながら長期でこう使うというような施策に使えます。で、これをフィリピンでこう適用いたしましたら、外れているのがですね、2箇所だけなんですね。他はもう全部当たっておりまして、こういうものが社会的に利用できるというふうになります。
で、今気候が変動して気候変動予測のアウトプットが出てくる。で、ところが私たちのこの気候変動の予測の能力はまだまだ低く、バイアスがたくさんあります。ですからこのバイアスをこういう地上データで補正してやらなくてはいけません。まあ、こういうことができた上で、そういうデータをこのシステムに入れれば、渇水洪水の気候変動のアセスメントと適用策をこう提言できる。で、先ほど言いましたが気候変動予測モデルは非常に膨大です。で、その膨大で今25、6のモデルが走ってますが、そういうモデルの中からどのモデルはどこの気候を表現するのがちゃんと表現できているかということをまず選ばないといけないんですけども、これは日本のバイオ前線、衛星で測った雨の量をこう黄色く出てまして、これ日本列島はこの辺にあって、ここは韓国で、朝鮮半島で、ここは中国ですが、日本ではこれ梅雨と言いますけども、中国ではチャンマン、中国ではメイユと言って、韓国ではチャンマンと言いますが、この3カ国共通の非常に重要な水資源でありますし、これが大きく活性化しますと洪水が起こるんですね。これはこの地域の非常に共通の課題なんですが、非常に重要な気候システムなんですけども、現在の数値モデルで表現いたしますと全くこれが表現できないようなモデルもございます。非常に強く表現したり弱く表現したり、で、こういう中から強い弱いはデータを観測データを使って構成できるんですけども、全く出てないものはどうしようもありません。まあ、こういうその非常に膨大なデータで、しかも複数のモデルで出された結果を評価して、そしておかしなものは弾くというようなことをやった上で、バイアス補正をするというような時に超大容量のシステムが必要です。これが今現在できるのは私どものシステムだけです、世界中で。ですから世界中でいろんな方がこれを使いに来ておられます。で、そういうことができますと、先ほどのシステムを入れますと雨から洪水ピーク量が出て、これはこの場合には 7つのモデルが適切と言われたわけですが、一つのモデルは将来洪水は減る、一つのモデルはこれは日本のモデルですがものすごく増える、でも7つのうち5つは 1.1 倍から 1.3 倍ぐらいの間に入っている。これ私たちが言えるのはそういうことしか言えません。要するにどれぐらいライクリフッドがあるかということを申し上げて、こういうことを政策決定に使うということです。さらにそういう洪水が増えると氾濫域がどれだけ広がって、どれだけの経済被害が増えるか、淡水深も増えますから、これは人の背を越えると人が死ぬわけですね。そうするとヒューマンロスがどれだけ増えるかという情報に変換して政策決定者にお渡しするということがオプションの選択につながるですね。こういうこと で水のデータ統合解析というものがこの5年間でこういうシステムを使って非常にうまく進みました。で、先ほど言いましたが、そうするとその先は農業だとか都市とか生物多様性とか、こういうものとこうリンクしないといけないわけで、これ先ほどのシステムを非常に簡単に書いたんですけども、こういうものにさまざまなこう情報をさらにこう付け加えていって、例えば都市の分野、物質循環の分野、あるいは農業の分野とかですね、生物多様性の分野、こういう情報をこういうものから出るんですけども、実はこういう情報のモデルというのは水のデータであるとか、あるいは衛星のデータとか、あるいは数値予報のデータとか、こういうものを入れることによって予測にまでこう持っていくわけです。そうすると、それを検証した上で都市環境だとか、この水管理だとか、農作支援だとか、気候変化の適用とかいうことを通じて、この地域の最適な管理を進めることができます。で、現在はこういう分野を超えたこういうデータやモデルのコネクションをに重点を置いて研究を進めています。今のような問題、こういう領域の間とこんな問題があるわけですが、実はステークホルダーとしてはいろんな方がおられて、その中でいろんな学問分野が集まってデータやモデルを共有し、そして考え方を共有し、あるいはそこでできる経験を共有して地域の安定な管理ができるようにしていくと。
でこれは政策決定だけじゃなくて、先ほどの図にもありましたように、住民も巻き込む必要があって、こういう情報を参加型協議、住民の参加型協議に出すと、まあ、時々、先生、これは分からないと言われて、もっといいものを出してくださいというので、またやるわけですね。でそして提供する、あるいは私たちがこういうような管理をしたらどうですかというような提案もする。そういうことによって土地の利用の仕方を変えていくとか、あるいはまあ、いろんな避難とか、あるいは必要に応じてハード対策も講じて、まあ、そういうような影響を評価することによって最終的に、オプションを決定できる、こういう枠組みを、まあ、作っていくことが必要であろうというふうに思います。まあ、最後にですね、これは2002年にちょうど10年前に、リオから10年の、まあ、国際会議リオプラス10というのがヨハネスブルグで持続可能な開発のための会議というのが開かれて、プランオブインプリメンテーションという実施計画が決められました。その中にこの地球観測というのが盛り込まれて、その翌年の G8 サミットの協議を経て、2003年の7月からこういう国際的な枠組みを作ろうという、まあ、大臣レベルの会合が開かれました。そしてこの2005年にこの会議でこの地球観測の政府間部会というものが作られまして、そして現在86カ国が加盟し、61の国際機関が、まあ、協力した国際的な枠組みが出来上がっており、この中でデータを共有することによって、もちろん先ほどのいくつかの例でも出しましたが、日本だけでなく世界、今私はずっとアジアをやってきたんですが、一昨年ぐらいからアフリカの研究を進めておりまして、アジア、アフリカでこういう地球観測のデータや情報を使った社会的利益、そしてベネフィットを、まあ、共有するような枠組みが今進みつつございます。どうもご清聴ありがとうございました。